テレビをご覧の皆さん、このスタンです。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、緑タイポルトニー地球を除く最高のピッチコンディションの中、エスタディオサンティアゴベルナベウから実況、金武彦がお送りします。緑ポルトニー地球を除く、どちらが勝ってもおかしくないこの試合、勝利を手にするのはどちらのチームか。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ今スタートしました。左にエンドを取ります。紫のユニフォーム、グランデ・ビブリオ。引きますが、金。あったゴーイン。前半4分、0対1。チャンスを逃しませんでした。闘志あふれるシュートでした。前半7分。さあ、キックオフです。これは、ガンビアッソ。ラウール。シュート、ゴール1対1、カーロス・デベス同点に追いつきました。見せてくれました。前半15分、キックオフです。ジャニー・ケンタサイドへ、バット、アビダからカンビアス持ちます。よく押し込みました。前半25分、キックオフです。アビダ、アビダ、クリア、前にトゥラランパス、このボールにジュラ、ボクシー、シュート、レッテゴーです。前半36分、2対2同点に追いつきました。再開が光りました。前半38分、キックオフです。周りをよく見て、ラウール、左に開いて、ビッグチャンス、シュート、ゴール前半43分、3対2、チャンスを逃しませんでした。落ち着いて。前半45分、キックオフです。繋いでいきます。縦へ、ここでホイッスルが吹かれます。3対2、前半戦が終了しました。後半戦が始まりました。ここはつなぎます。カット、ボールを回します。上がっていった。マルチェナ、ネスタ、積極的なチャレンジが効果を表しています。さあ、ドリブル、止め、ヘディングでクリア、ピンチを防ぎます。ネスタ、パスを出しました。ラウール、ビーチ、ジュラ、右から縦に送ります。キーパーからボールが出ます。ここはディージャー、右に出した、ここで打ってきた、レッテ決まった、カーロス・デベス、この試合3得点目、ハットトリック達成です。なんとか選手交代です。フィリップ・メシャー、
さあどういったコンビネーションを見せてくれるのか。後半40分キックオフです。打ってきた、ゴール、4対3点目もちろんクリスチャン・ヴィエリー、いい時間にゴールが決まりました。後半45分ダビデ・ビーズ、ここで交代です。後半45分キックオフです。試合終了のホイッスル、4対3グランデ・ミルリオゲームを制しました。